ふふ、あなたもひどい人ですね。私たちとの約束を破っちゃうなんて。あたいたちはお前が大好きなのに何が不満なんだ？なんでわかってくれないんだろうな。私たちはこんなに愛しているのにひどいですよ。チルノちゃん、どうすればいいかな？このまま許してもきっとまた約束を破られちゃうから、こうすればいいんだ。すごいチルノちゃん、帰るだけじゃなくて人も凍らせられるんだね。あたいは最強だからな。それにこれなら一生あたいたちのものだな。でも暑いしこのままじゃ溶けちゃうよね。なら冷凍庫にしまっておこう。いいね、それなら一生私たちのものだね。大好きだよ。ああ、あなたって本当に可愛いわね。あなたが可愛いのはとってもいいことなんだけど、同時に悪い虫もついてきちゃうのよね。あなたは大丈夫って言うけれど、この気持ちをあなたは分かってくれないのね。どうすればいいかしら。そうだわ、あなたを食べちゃえばいいんだわ。そうすればもう誰の目にもつかないし、私もあなたと一つになれるわ。私はもう不安になるのは嫌なの。でももうこれで大丈夫ね。永遠に一緒よ。いただきます。あ、あなた何してるのって見ての通りだよ。全部壊しちゃったんだ。なんでって、私はあなたを独り占めしたいのに、お姉様も昨夜もみんな分かってくれないんだもん。それにあいつらも邪魔してくるしさ。あなたを私にちょうだいって頼んだんだけど、ダメって言われちゃったからさ。もう、なんでそんなに怯えた顔してるの？嬉しいでしょ？この世で私たち二人っきりだよ。あ、でもあなたは吸血鬼じゃないから途中で死んじゃう。あ、私があなたの血を吸えば吸血鬼になる。大丈夫、痛くしないから、ほら首を出して。これでずーっと一緒だね。あ、こんにちは。あら、そんな薄着で大丈夫ですか？今日は寒いですからあったかい格好してくださいね。私のマフラー貸してあげます。あれ、どうしたんですか？顔色悪いですよ。絶対大丈夫じゃないでしょ。話してみてください。そうだったんですか。それは辛かったですね。ちなみに誰にやられたんですか？なるほど、その人たちと話をつけてきます。大丈夫ですから。なんでって、そんなの、あの方に手を出したからに決まってるじゃないですか。あなたが名前呼ばないでください。吐き気がするので、次にあの方に手を出したらこのくらいじゃ済ましませんからね。あら、どうしたんですか？そうですか、よかったです。罰が当たりますよって教えただけですよ。ねえ、ちょっとこっちに来てくれるかしら。あの方に手を出す輩は誰であっても容赦しない。たとえそれがいい巫女様であったとしても。いった、包丁で指を切っちゃって。あ、ありがとう。今だけは私を見てくれる。またやってるな。ねえねえ、あつ森でもやらない？パーティーモードだからリーダーやっていいよ。大丈夫だよ、君とやってるだけで楽しいから。随分と楽しそうね。ちょっと来てもらえるかしら。ちょっとゆりお姉ちゃん、今は私たちが二人で一緒にゲームしてるんだよ。ち、すぐ終わるから。二人きりにはなるなってあれほど言ったわよね。何回約束を破れば気が済むの。もうそれも聞き飽きたわ。だって何度言っても聞いてくれないじゃない。言い訳は聞きたくないわ。まあまあゆり、その辺にしときなよ。暇ねえわ、黙っててよ。まあ約束を破ったのは良くないけど、暴力はダメだよ。反省してるんだよね。ほらこう言ってることだしさ。ち、今回だけだからね。でも、約束破ったのは良くないな。あんまり約束破るとさ、またあいつらみたいに離れていっちゃうよ。あ、ごめんごめん、辛いこと思い出させたな。大丈夫だ、うちらは離れていかないから、だから約束はちゃんと守れよ。まああいつらが離れていったのはうちの差し金なんだけどな。私たちは、君とずっと一緒、私たちは。絶対お前を離さない。大好きだよ。あの人がいる、無意識でついていっちゃう。なるほど、あの人はこれが好きなんだ。今度会った時に渡してみよう。あ、行っちゃう。え、あいつ誰？しかもすっごく仲が良さそう。え、あの人顔赤くない？そっか、あいつのことが。でもそんなの許さない、あの人は私のなんだから。なんでって、あの人があなたのことが好きだからよ。だから消しちゃってもいいよね。そう、だったらあの人に嫌いって言って、そしてもう話しかけないでね。どうしたの？なんで泣いてるの？そっか、それは辛かったね。これでも食べて元気出して。これを嬉しそうに買ってるのを見たの。そばにいるからね。あなたのことは何でもわかるよ。だって大好きなんだもん。ずーっとずーっと見てるからね。あら、いらっしゃい。もちろん。
それは良かったわ。またね。私の人形たちみたいにずっとそばにいてくれればいいのに、人形たちみたいに、それだわ、これならそばにいられるはず、そうと決まれば早速作らないと。こんにちは、早速だけどこの薬を飲んでもらってもいい？空を飛べるようになる薬よ。ふふ、うまくいったわ、空を飛べる薬なんて嘘、すごく強力な麻酔薬よ。さあ、作業に取り掛かりましょうか、人形ちゃんたちも手伝ってね。あれ？そんな人形あったか？いえ、最近作ったのよ。ふん、よくできてるじゃないか。そう、自信作なのよ。そういえば、あいつを最近見ないが何か知らないか？いいえ、私も見てないわ。そうか、何かあったのかな？私も手がかりを探してみるわ。ああ、頼んだ、それじゃあな。じゃあね。マリサには悪いけど、あの人は永遠に見つからないわ。話せなくなったのは残念だけど、これならずっと一緒よ。愛してるわ。